時間が全然ないので、めちゃめちゃ大丈夫です、大丈夫です。もうパッパッパってやっていきますんで、はい、まずあの薄焼き卵を作りましょう。はい、卵をどれぐらい、まあ、1個でちょっと実践しましょうか。片手割り見ました。これもう男、あ、いいですいいです。何なの人んち来て。ちょっと If you wanna knowWhat's cooking? What's running, running, nine, nine, nine? 水溶き片栗粉。へぇー。このぐらいで、かか、混ぜるものある。ごちゃごちゃしております。ここ、もう人工密度が高すぎるよ。熱い。溶いて、やっぱフライパンを熱するの忘れました。ナミさん、そもそも料理すげー、もともと結構するんですか？いや、普段はほとんどできないんで、仕事してるから、はい、だからあの本当に趣味で、時間があるときに、はい、これ食いたいなっていうときだけに作ってる。あ、そうなんですね。彼は一番見とすごい。あ、やった。いちいち声でかいから。やったー。一番すごいと思う。ずるい。ずるいぞ。いちいち声でかいはちょっと悪く。あ、始まる。これ薄焼きしていきますね。卵1個だから全部入れちゃいました。なるほど。片栗粉と一緒に入れてたんだけどさ、うん、どういう意味あんの？あれはね、多分だけど、俺の薄ぼんやりとした記憶でいくと、あの破れにくくなる。片栗粉入れると。そうですよね、そうですよね、よかった。これあと、もう手でやっちゃいますね。え、ちょっと熱いんで、気をつけてください、ね、自分でやるときは手で裏返しますんで。え、熱い。おお、俺が男の料理。男の料理。じゃあこれを誰かにやってもらいましょうか。やってる、やってる。じゃあ大地さん、達也さん、ゆうやです。あ、ゆうやさん。じゃあいいですか。塩ちょっと。どうするんですか。これだよ、これ。コラボってこれだよ。スタダダダダダ。もっと大胆にいきましょう。もっと大胆にいこうよ。大胆に。いいですね。ローリング、ローリングしてください。こうですか。これ板ずりです。これを板ずりっていう。これを板ずりって言うんですよ。これ20ローリングぐらいしてください。20。だんだんこう緑色になってくるんで、はい、まあ、そうすればもうほとんどイボがなくなってる状態なんで。なるほど。ああ、イボか。色合いも良くなります。イボか。こっちに。ちょっと待って。ラディさんのカメラだよ。イボかの時になんでこれ撮ってくるの。そんなにイボかどうでもいいだろ。ちょっと下ネタっぽい。もう撮れてます。はい、ずり違いしないように。あら、大丈夫ですか。料理番組で下ネタだけは絶対厳禁だ。料理番組で下ネタ厳禁。やっぱそうだね。毎日触ってる気がする、このキュウリ。え、放送できる。だから料理番組で下ネタ禁止なんだって。いや、スカッシュなら大丈夫です。というわけでこんな感じでイタズリが終わりましたので、あとは、こんな感じですね。ツルツルです。なるほど。いや、うちにラニーさんがいるって、そうだよ。あと、まあ、先先端の方と切って、なんか結構いい。4等分。まずあの長方形このように切っていきます。いや、さすがの包丁さばきですね。包丁さばきはダメです。まだ全然下手です。で、これを重ねて、重ねて、あとは細切り。このように細切りしていけば、中華、冷やし中華のあのキュウリ。さすがですね。こんな感じであの作っていきますね。完璧。何より包丁がかっこいいですね。そここれ出張用の包丁ですから。あ、そうか。スカッシュのリアルな劇団スカッシュは結構インパクトありました。ちょっとビビった。僕らにあった感想が、そう、もうちょっと、はい、なんか、自分がもっと前に出れるかなと思ったんだけど、あった瞬間に、あ、なんか、何この威圧感。威圧してないっす。威圧はしてない。威圧は一切してない。結構みんな大人っぽいです。
僕でも動画でバカやってる人って、はい、あの結構実際に会うと、はい、全然違うじゃないですか。まあ実際そうっすよね。そうですね。実際うちら結構真面目なんで、僕すごいだからちょっとバカにしてた部分がある。いやいやバカにしててくださいよ。そうですね。そのままで言ってください。はい。ちょっと男の料理なんで今北川君やりましたけど、ちょっと皆さん丁寧にやってください。はい。あともうこれとこれやったから、あと唐揚げ揚げてって感じで。あ、本当ですか。いや本当すごい。これでもやらなくていいですか最後まで。いやあるんですよね。あ、そうか。冷やし中華に唐揚げ？唐揚げ付き。これでいいですか。いやいいっすね。いいっしょ。唐揚げ自体嬉しいです。すげえ嬉しいです。いやそこからまあこれでもいいよ、やりにくかったら横で。あ、でもライさんこう切ってますよね。そう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 。もうこっから薄切りにしてったんですか、ね、薄切りに長方形にしてって。それ僕がやってるだけで、それが基本的なやり方ではないですから。あ、唐揚げ、昨日漬けてきました、ね。いやー、一晩一晩漬け込んでるよ。毎一晩漬け込んでる。あー、お腹すいた。冷やし中華に唐揚げついてんすか。それさっき言ったんだよ。お、大地さんが、調理師免許持ってる大地さんがやっちゃいましたよ。アンの免許は免許今はないよ、もちろん今本当に持ってんの。え、昔は持ってた。実家にあります。もうじゃあもう失効しちゃった。いや、失効はしないんですよ、あれ便利なもんで。え、じゃあそれは何、今無免許調理。違う、無免許調理じゃん。いや、だから実家にあります。携帯調理だ。え、それあのスカッシュファンは知ってるの。いや、そんな知らないんじゃないですかね。あんまり追いかけてくる子は知ってますね。そんなのいるんすか。そんなのいるんすか。いるんすよ。誰です。大地くんを追いかけてくるの。いや、昔達也さんとゆうやさんスマップ出てましたねみたいな。調べてくれる人は知ってくれてる。それかなり潜ってる。そんな人すごいね。かなり潜ってるよ。スマップ出たもん。かなり前に本当にチラッとですよ。へどうした。いやもう美味しいじゃないですか。唐揚げとか置くところも作ります。え、お願いします。キッチンペーパーで。キッチンペーパーと2個かあれば。あ、じゃあちょっと俺持ってやります。完璧です。最高です。はい、最高です。グッド勝負です。ありがとうございます。ありがとうございます。いいコラボしてますよ。スカッシュにできること。雑用ですね。スカッシュにできるのは雑用。いや美味しそう。こんな楽しい撮影今までにあった。食べたいんだもんね。よく食べたいんだもん。僕ら苦しいことしかないですからね。何やっても面白くないんだよ。ご褒美がないんだよね。そうこれでご飯食べるんだよ。すごい。冷やし中華っていう唐揚げのビデオになっちゃって。唐揚げ大好き。人生初の俺揚げ物です。俺自分で揚げたことない。全部いっちゃっていいですか。全部いっちゃっていいですか。もう男の料理ということで、男っぽくやっちゃいましょう。男ですか。おー、男らしい。男っぽい。素人じゃん。あ、黒の調子乗った。あ、乗ってないです。すいません。ぬるっとさせてくれる。ぬるん。あんぱってぬるん。何の表現してんのそれは。喉通りはどっちかっていうとどうでもいいんだよ。味教えてほしかったのに。来て早々料理をガツガツ作ってくれて、そりゃ喉も渇きますよね。俺もちょっと喉渇いた。お前何にもしてない。ほら、こんな感じです。いや、うまそう。うわ、うまそう。雑出た。雑ちょっとからかってみた。お前何やってんの。喉かいちゃって。アニーさん、この動画はいつ頃アップのご予定ですか。そうですね、どうしましょう。皆さんと合わせますんで、いつ頃がいいですかね。一回止めてもいいんじゃない。そうだね。僕が昨日アップはしたいんで。アニーさんのあのいつもの頭にあるみんな何々作ってください。あれっていうのはあれはもうサブスクライバーが
リクエストして送ってくるんですか。勝手に送ってくる人もいます。ただそういう人は大体使わないんで僕。あれ相談して、はい、これこれこういうの、じゃあこういうビデオ作って送ってくださいって言って、あ、メールでやり取りして、あ、そりゃそうですよね。勝手に送ってきたのはじゃあ僕らスカッシュは勝手に送ってきたでもすごいクオリティ高かったから、これがいいと思う。クオリティ高かったんしたっけ。クオリティしょうがな、うめぇしょうががさ、まず喉をクッと閉めてさ、その後油が喉をダーッと広げるでしょ。演じすぎだよ。すげえ、あれケンちゃん、喋る時間長かったいや、ほんとにない。しょうがが喉をクッと閉めて、油が喉をガーッと広げるでしょ。まだ喋ってんの。もう、うんちくはいいや、ほんとおいしい。全部料理とかそこしか見てない人いっぱいいるからおー、いい。わあ、いい、なんか人数増えますよ。いや、すごいこれね、気持ちがいい。気持ちいいね、なんかね。こんなに麺ボッサボッサ入れるの。美味しいもん、美味しいもん。ザガーン、えザガーン、ザパーンって言ってましたね。あ、ザパーン言った、言った。俺、あのシーンすごい好きなんですよ。ザパーン、ちょっと泣きべそかけながらして。見てますね。見てくれてましたね。演技力一番ありますよね。やっぱり言うんですか。なんて言うんですか。なんて言うんですか。ザパーン。ザパーン。劇団スカッシュさんの中で、はい、一番、まあ、スカッシュさんのメンバーの中でも一番演技がうまいっていうのは、劇団スカッシュさんのそれぞれの人は誰だと思います。みんな多分自分だと思う。そうですね。それ言ってほしかったです。そんな。今日全部捨てたんだ。クオリティいっぱいありますよ。ありがとうございます。すげえいっぱいあります。上に行っちゃって。うわ、うまい。これはもうボールもありますよ。もっともっとこういうもの。もっともっと。何回行きますよ。あ、なんかいいな。入れます。夏休みっぽいよ、みんな。なんか夏休みっぽい。いいね。楽しいの。いや、楽しいって、だって最終的には絶対美味しそうなのが待ってるんだもん。それがね、出ちゃってる雰囲気。この絵見て、見て、この絵見て。いやいいな。冷やし中華だからな。冷やすな、やっぱ冷やすな。こんなに冷やしていいんですか。あ、はい。冷やし中華の新しいキャッチフレーズですね。こんなに冷やしていいんですか。ちょっと待ってください。忘れ物忘れました。戻した。戻した。ごま油をね、ちゃんと混ぜますよね。ああ。おお。ごま油を。あ、ごま油。あ、ごま油。あ、これごま油とラー油混ぜてもう美味しいと思います。ああ。ピリ辛で。もしの弱い大塚さんは生姜に手をやらない。やらない。唐揚げ乗った。こう冷やして。わー、弁償がなった。うまそう。うまそう。これちょっとからし混ぜたんですよ。いや、出たー。最高ですね。ガッセーの。おちょっとピリ辛なの。ピリ辛。もっと匂ってたい感じ。カレーをかけました。はい、美味しい。いやー、美味しいわ。まして、ごま隊長がごまを。これで6人で。5人です。今日 OK。はい。パーティーじゃないですか、もう。はい、ありがとうございます。すいません何やってんの。いやー、美味しい。さて、じゃあじゃんけんから始めようか。そうだな、量は全然違うからな、うん、でも、ちょっとさ、その前に喋りもあんのよ、喋りもあるから。喋りもありましたね。こういう出したくないですか。いや、いいですよ、別に。ジャンケンさんの方ではいくらでも出してくれても。昨日新しい動画アップしたんだけど、はい、全然帰ってくるものがなくて、面白くなってもないですよ。そう、大地さんって声大きいですよね、はい、セリフ一言はすごい。それ、そうですね、僕そのイメージが強いんですよ。そうですね、僕はもうなんかそういうことしかできない。冷やし中華です。あ、これ冷やし中華。あ、ごまもかける。あちゃ、あちゃ、ごまかける。あの、あちゃ、タレもね、こうやってかけてあげればね。リクエスト通りに冷やし中華。何さ、これ、あちゃ、冷やし中華って言うからね。冷やし中華。
あちゃー、寒いよね、これそんなことまさかさ、本当に冷やし通貨作ってくれるとは思わなかったよ、ね。